貯金とか節約とかそんなの全然ロックじゃねえから。さよなら。え？散財癖のせいで恋人を失った男、その恋人に近づく男。実は僕も節約大好きなんです。おのれ稲葉、マキコは絶対やらん。稲葉くん、俺節約頑張ることにしたよ。それを阻む者たち。高尾ちゃん、桑田と行こう海外旅行。はい。イランかオマン、イエメンかバレン。なんで中東ばっかりなんですか。一緒に暮らしましょう。ここで早い話があれですね、糸紐ね。数々の困難を乗り越え彼女を取り戻すことはできるのか。狂気と悲しみ、武と党の復縁劇。マキコもダメ。節約ロック、1月21日深夜スタート。ずっと気になってたんです。これはおっさん同士のラブ的な。